鈴木紀夫。鈴木紀夫は、千葉県千葉市出身の元サッカー選手。日本サッカー協会登録仲介人。株式会社バイプレイヤーズ代表取締役。現役時代のポジションは、ディフェンダー、ミッドフィールダー、フォワード。5歳の時にサッカースクールに入り、小学校時には、ジェフユナイテッド、市原スクールに入会。中学に入学するとジェフ市原ジュニアユースに昇格。1998年には U-15 クラブユース選手権で全国優勝を果たした。しかし、チーム一丸のサッカーがしたい鈴木にとって、各々がプロを目指し指導者へのアピールに躍起になっている市原は居心地が悪く、一方で前年度の高校選手権で羽生さんがいて面白いサッカーをしていると、地元千葉の八千代高校に好印象を持ったことから、ユース昇格を選ばず1999年に八仙台高校へ進学。国体の優秀選手に選ばれるなど頭角を示した。山崎誠からの勧誘を受け2002年に高校を卒業し、FC 東京へ入団。同年11月の J1 セカンドステージ第13節、清水戦でリーグ戦初出場。2003年には U-20 日本代表としてワールドユースに参加。左ウイングバックのポジションを山口圭や山岸聡と争いつつも4試合に先発出場した。鈴木によればロベルト・カルロスにちなんだノリカルの愛称は U-20 代表のチームメイトがシュート練習の時に言い出したことがきっかけだという。FC 東京でも出場機会を徐々に増やし、2004年6月のナビスコカップ神戸戦では、ゴールまで約30メートルの位置から左足で強烈なフリーキックを突き刺し、原博美監督から FK だけでお客を呼べる魅力のある選手と賛辞された。サポーターにとっても衝撃は大きく、この得点以降 FK の際は、鈴木が助走を取るだけで場内から歓声が上がるほどだった。原は、紀夫は、不器用だけど、と、口癖のように語っていたが、戸田光弘や石川直弘に代わって、先発出場することも増え、左サイドからの力強い突破と威力のあるシュートで、サイドアタックを担った。2006年、ガーロ監督によってコンバートされ、左サイドバックを経験。自身の思うような攻撃参加はできなかったものの、DF が嫌がるプレーを実感したことで、左サイドハーフへと戻ってからは一層の力を発揮。2007年には公式戦4試合連続ゴールを挙げた。また、相手からの警戒をかいくぐるべく右サイドハーフでもプレー。右での突破を選択肢に持つことによって、得意の左足シュートを活かした。チームの主力級として活躍するまでになったことで、新たな刺激を求め、2008年1月、パトリック・エムボマの仲介により、フランス2部、アンジェ SCO の練習に参加。紅白戦で強烈なゴールを決めたことで高評価を得て、複数年契約の正式オファーを受けたが、先んじて、鈴木獲得に乗り出していたヴィッセル神戸への移籍が、基本合意に至っていたことからこれを誇示した。帰国後、推定移籍金約2億円で神戸へと完全移籍。2008年序盤は左サイドバックに配され、J1 第4節千葉戦では約35メートルの距離から豪快な直接 FK を決めた。シーズン半ばより内山俊彦がサイドバックの定位置を確保したため、これ以後鈴木はスーパーサブとして起用された。2009年は攻撃的な位置での起用が考えられていたが、海尾ジュニオール監督との確執もあり、J1 第4節清水戦での先発出場を最後にベンチ外となる試合が続いた。2009年6月末、以前鈴木を評価しているというアンジェ SCO から再オファーが届き、同クラブへと完全移籍。この際、FC 東京在籍時のチームメイトで海外でプレーを続ける福田健二のようになりたいとコメントを残している。2010年7月、大宮アルディージャに加入。大宮では当初から DF で登録されシーズン終了まで左サイドバックのレギュラーを確保。しかし2011年は禁泳権、2012年は下平拓海とこのポジションを務める選手が相次いで補強され、左サイドハーフにも宋永哲が定着。試合に絡めない時期が長く続いた。2013年、攻撃力を生かしたいと登録を DF から MF へ変更。FW や右サイドハーフで起用されるようになり、FW での出場となった J1 第13節川崎戦で3年ぶりの公式戦ゴールを記録した。2014年、ベガルタ仙台へ完全移籍。大宮在籍時同様に当初はサイドバックとして構想されながらも FW など攻撃的ポジションに配された。しかし、アタッカーとしての結果を残すことはできず1年限りで契約を満了。2015年4月、フィリピンユナイテッドフットボールリーググローバル FC へ完全移籍するも、シーズン終了後に退団。2016年はザスパークサツ群馬、ジェフユナイテッド市原、千葉の練習に参加するも契約には至らず、J リーグ合同トライアウトにも参加するもオファーが届かず、現役引退をしていたことがスポーツグラフィックナンバーの取材で明らかとなっている。引退後は仲介人に転身し、2018年5月16日に株式会社バイプレイヤーズを設立。共同経営者には神戸時代のチームメイトで親友の柳川雅樹がいる。ありがとうございます。